聖規とは、キリスト教、ユダヤ教において使われる、特別な箱を指す言葉。ユダヤ教においては、聖筆高齢種。ホーリーアーク、アークオブザローとは、エルサレム神殿にあった品物に由来する言葉。監視派がつくと、エルサレム時代の唯一つの箱のことである。神殿内二十回の板を収めていた箱を、アロンーン発行デシュという。この箱は、聖騎とも訳されるが、 キリスト教においては、契約の箱と訳されることも多い。聖教会では、薬室と訳される。詳細は、契約の箱を参照ユダヤ教における聖器とは、シナゴーグ内で、トーラーの巻物を保管する設備のこと。エルサレムの方向に位置する壁に設置する。この壁、また方向を示す。装飾品を、アシケナジム系コミュニティでは、ミズラ派、東という。セファルリム系では、 ヘイハールヘイコル、宮殿という呼び方をする。ミズラ派の内部に埋め込まれた形状のもの、壁の前に設置されたタンス状のものがある。セファルリム系では、正規の上にネイルターミードが下げられている。アシケナジム系では、正規の前に幕が下げられている。ビーマーまでの手すり、降乱で囲まれた階段がついている。トーラーの朗読トーラーリーディングの際に取り出し、 終わると、トーラーをケースに入れて正規にしまう。正教会においては、正規とは、成人の不及体が収められた、装飾された箱である。ただし、以下の、正眼や薬筆も、正規と呼ぶこともある。ハリストスの聖体が収められた、宝座状の箱は、正眼と呼ばれる。旧約聖書に記された、契約の箱のことは、薬筆と呼ばれる。正教会では、旧約における薬筆に、 生仮民情マリアがアズゾーされていたと伝統的に捉える。カトリック教会においてキリストの肉に性変化したと信じられているパンを収めた容器。現在では生体が収められているかどうかを小さな赤いランプが灯っているかどうかで示すことが多い。多くは銀などの金属製。契約の箱を正規と呼ぶこともある。ありがとうございます。